はい、おはようございます。今日は、4月の23日ギフセールハーフマラソンに来ました。はい、今日は1時間50分の、ペーサーをやります。今日の主役です。頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、スタートしました。頑張るぞ。緊張してきた？気をつけていってらっしゃい。大丈夫、大丈夫、行くぞ。はい、最高の天気の中スタートでーす。行ってください。よし、頑張るぞ。はい、橋の手前です。はい、現在2点大丈夫そう？だいぶ落ち着いてる感じです。現在ペースは4分40秒ペースです。結構頑張ってます。大丈夫、大丈夫、気にしないよ。はい、先頭折り返しのランナーです。早い。はい、僕たちも頑張ります。現在3キロ手前、順調です。岐阜駅、岐阜駅だよ、この辺。やばい、やばい、やばい、やばい。へい、行こう行こう行こう。 OKOK。 変なとこで当たった。ちょうど柱のとこでスライドになってしまいました。現在4キロ。はい、正面岐阜駅です。はい、まもなく折り返しポイントです。はい、ここで岐阜駅正面にして折り返します。折り返すよ。頑張る。給水まで頑張る。先行っていいよ。本日の主役女性さんが待ってます。現在1分です。はい、現在5キロ通過です。はい、今は24分40秒です。はい、5キロ通過です。よし、頑張ろう。よし、しばらく1時間45分のペーサーについていきましょう。よし、行けるとこまで行こう。いいよ、頑張って。歩幅いいよ。苦しくなったら僕ね、息を吐いて吐いて吐いて。あれ、今度は17分になってる。さっきの25遅っぽいな。多分こっちが本当の、現在の気温です。いい天気です。後半暑くなりそうです。現在7キロ手前です。はい、現在7キロ通過です。ここの雄たけび177拍です。時間は約35分です。ペーサー4分50秒保ってます。 OK OK。 いいペース、いいペース。予定通りだよ。頑張って。返事もいらないよ。頑張ってね。頑張って。はい、古い町並みに入ります。
いちごを食べてる間に小杖さんの先で向かいました。はい、間もなく小杖さんのバッグに入ります。はい、なんだかんだ言って4分50秒保ってます。いいねいいね、小杖さん4分50秒保ってるよ。はい、ちょっと登ってあの走りまで頑張るよ。自分のペースで行こう。登りはほら歩幅が遠くなってるよ。そうそうそう、はい、もうちょっと下るよ。登りの部分は私を5分半まで落ちたからね。いいペースで来るよ、ここまで。はい、まもなく10キロ通過です。いいよ、ペースは4分40秒。心拍が170-200です。時間がちょうど50分です。いい感じ、いい感じ。予定通り。予定通り来てるよ。ここからキープしよう。10キロ通過ちょうど50分です。登りいいよ。歩かなかったらいいからね。あと半分とちょっとです。はい、頑張ろう。よし。はい、10キロ過ぎたところ。小杖さんだいぶ苦しいです。あと半分頑張れ。行くしかねえぞ。あと半分半分。落ち着くよ、もういいよ。苦しくなったら呼吸ね。ハクハクハク。はい、824ゲットです。じゃーん、小杖さん頑張ってますよ。ちょっと後ろですけど、はい、頑張りましょう。ちょっと後ろで待ちます。どうぞ行ってください。 50m 後ろにいますんで、頑張れ頑張れ。えい、よし、ついていこう。先生についていけばある程度いけるよ。この橋で最高到達だよ。あと登ってくだろう。大丈夫大丈夫、いけるよこのペース。ミスで1回したいだからね。こっちの方が有利だぜ。さあ、チャリティーが3人並ぶぞ。はい、先生後ろ。オッケーオッケー。もうちょっと上、そう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 。3人並びました。現在、13キロです。よし、励まし合いながら3人で頑張りましょう。はい、下り頑張ろう。これさ、このペース保とう。ちょっと5分ぐらい下りたい、下りたい。まもなく15キロです。時間は1時間16分です。さあ、小杖さんの状態はというとだいぶ苦しい状態です。もう頑張るしかないでしょ。もう行くしかないよ。残り6キロ、6キロ。はい、残り6。よし。頑張れ。残り5キロ切りました。小杖さんもここ来てるけど頑張るしかねえぞ。よし、行こう。スペース落ちてないからいけるよ。あと4キロぐらいだよ。よし、ここまでしたら行くしかない。よし、頑張るよ。
よし、行くよ行くよ、よし、苦しいのになぜかリップだけやってるという思い、あ、違う、ゼルか。余裕、あと3キロちょっとだよ。よしよしよし、足も動いてるし大丈夫だ、はい、あと3キロ弱です。みんなホテル前です。さあ小杉さんの表情、よし行けるぞ行けるぞ、はい、よし、あと2キロ、2キロ、ナイス、頑張れ、いけるぞ、絶対いけるよ、あと2キロ、あと2キロだよ、頑張れ頑張れ、1分前ゴールだよ、このまま行ったら、そう下りだからね、頑張るよ、最後の給水所です、最後の給水所です、これだ、一口飲んで、一口飲んでいくよ、ダッシュだよ、給水もらって、時間ないよ時間ない、1分前ゴールだよ、このまま行ったら、はい、一口もらっていこう、最後一口だけ、あと約 1.5 キロです、最後の給水所です、最後あと 1.5、 手前のバーも僕が引っ越さず、小杉さん頑張れ、あと1キロちょっと行くぞ、よし20キロ通過、現在1時間42分、いけるいける、はい小杉さん、いけるぞ、残り1キロ、はい、よし、いけるいける、最後頑張れ、いけるいける、きついけど頑張れ、もう見えてるよ、さあ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 戻ってきました、小杉さんちょっと後ろです、最後フィニッシュで待ちたいと思います、コマさん参加してます、はい、ラストはい、頑張ってください、ラスト頑張りましょう、特別室の方でした、仮装です、仮装してる方はマジで早い人です、はい、まもなく陸上競技場の中に入ります、もう1キロ切ってます、ラスト50分いけそうだ、小杉さん多分50メートルぐらい後ろです、先にゴール手前で、シャッターチャンス待ち構えます、やったぜ、先に頑張れ、さあ戻ってきました、現在1時間46分です、ネットで50分確定ですね、まあ今日プレスアウトしての役割を、なんとか果たせました、まあ、何よりも長野の時に内臓を痛めたのが、回りましたんで、今日このように1時間50分で停車することができました、まあ、とりあえずあと100メートル、200メートルゴールになります、来た、お姉さん来た、にゃんにゃんも来た、はい、はい、小杉さん頑張れ、お疲れ様でした、予定を伝えて受け付けて、やったーゴール、タイムは1時間47分です、はい、ナイスラン、はい、切れた、切れたよ、ギリギリだなと思って、ギリギリだったよ、ギリギリ切れた、はい、ここで